いつもお世話になってます、立花です。今回は12月の毎日投稿を乗り切るために自分にボーナスを支給したいと思います。まず最初にマクドナルドに行ってグラコロを食べたいと思います。まずは定番のグラコロ、お値段は340円です。一体どんなお味がするんでしょうか。いただきます。あら、なにこれ、優しい味わいで美味しいんです。冬の風物詩といったらやっぱりマックのグラコロですね。クリーミーなホワイトソースに相性抜群のエビとマカロニが入ってて、外はサクサク、中はトロトロのグラタンコロッケです。さらにキャベツ、濃厚なコクのある卵ソース、スパイス感が特徴の特製コロッケソースが合わさってて、バターを加えたリッチなふわふわの蒸しバンズで挟んであります。グラコロのバンズは他のハンバーガーと比べるとふわふわで特に美味しいですね。グラコロが始まると冬っていう感じがしますね。他のチェーン店も冬ならではのメニューが登場するので毎回楽しみにしてます。皆さんもぜひ今年1年の締めくくりにグラコロでほっと温まってください。続いてコクうまアンガスビーフボロネーゼグラコロ、お値段は390円です。一体どんなお味がするんでしょうか。いただきます。あら、なにこれ、ボロネーゼソースとグラコロの相性が抜群なんです。ジューシーで旨味たっぷりの粗挽きアンガスビーフに完熟トマトと隠し味の赤ワインを加えてじっくり煮込んだボロネーゼソースを合わせてあります。この冬だけの美味しさですね。去年はコクうまビーフシチューグラコロを食べたのを思い出します。個人的に去年の方が好きですね。今年はマックの期間限定商品をほとんど制覇しました。個人的にバーガーだったらサムライマックと濃厚とろーり月見が美味しかったですね。皆さんは今年のマクドナルドの商品で美味しかったものありますか？ぜひコメントで教えてください。この調子だと来年もマクドナルドさんにお世話になりそうですね。続いて店内で食べるのは久しぶりのミスタードーナツへやってきました。今回は新作のポンデショコラシリーズを食べたいと思います。まずはポンデザクショコラ、お値段は176円です。一体どんなお味がするんでしょうか。いただきます。あら、なにこれ、ザクザク食感がたまらないんです。もちもち食感のショコラ生地にチョコレートがコーティングしてあって、上からチョコクランチがトッピングされています。チョコクランチのザクザク食感がいいアクセントになってますね。今年はポケモンのダイヤモンドパールのリメイクの発売の影響もあってか、ポケモンの商品がミスドに行くたびに売り切れてました。期間限定商品なのに食べれなかったのが悔しいです。続いて大人のポンデショコラ焼きチョコビター、お値段は176円です。一体どんなお味がするんでしょうか。いただきます。あら、なにこれ、香ばしくて美味しいんです。今年はたくさんのミスドの商品を食べたんですけど、これが一番美味しいですね。ヘーゼルナッツ風味が隠し味のもちもち食感のショコラ生地を使用されているみたいです。私の一押しの商品なのでぜひ食べてみてください。続いて無印良品にやってきました。今回は無印良品でアウターを購入したいと思います。今回私が狙っているのは無印のダウンジャケットです。実はダウンジャケットは1枚も持ってないですね。無印良品はサイズが細かくて XS から S というサイズがあって私にぴったりです。気に入ったのでこれにします。お値段は 12,900 円です。続いて銀だこに来てしまいました。大感謝祭価格でお値段は429円です。今回は気分を変えてからしマヨネーズをつけてもらいました。一体どんなお味がするんでしょうか。いただきます。あら、なにこれ、スタンダードがやっぱり一番美味しいんです。ずっと期間限定の銀だこの商品しか食べてなかったので、ノーマルのたこ焼きは久しぶりに食べました。やっぱりこれが一番美味しいですね。12月の最初の3日間はたこ焼きがまさかの税抜き390円の産休価格になっててお買い得でした。銀だこさんの年末のイベントも激アツですね。12月8日からは銀だこで呪術廻戦のコラボが始まるみたいですね。私あんまり呪術廻戦は詳しくないんですけど、皆さんは見たことありますか？5話ぐらいで見るのをやめてしまって、それ以降見てないです。また時間があったら続きを見たいと思います。最近見たアニメだと、あたしんちですね。ぜひ銀だこさん、あたしんちとのコラボをよろしくお願いします。熱々で何度も苦しんだのですが、あっという間に完食してしまいました。やっぱり銀だこは熱々のまま口の中に入れるのに限りますね。コロちゃんには年越しを楽しんでもらうために虎柄のちゃんちゃんこを購入しました。お値段は2398円です。それからスタバの新作を飲みたいと思います。ホワイトチョコフラペチーノにクマのチョコレートを追加して717円です。
一体どんなお味がするんでしょうか。いただきます。あら、何これ、コクがあって美味しいんです。ホワイトチョコレートソースを入れたカップに香ばしい味わいのクッキーをミルクとブレンドして注いであります。さらにはホワイトチョコレートコーティングされたマシュマロ、ベイクドホワイトチョコレート、キラキラと輝くゴールデンシュガーをホイップの上にトッピングしてあります。ちなみにトッピングしたクマちゃんには絵柄があるみたいで、ウインクしてる私のクマちゃんはレアクマみたいです。キラキラ輝いていてとってもおしゃれなフラペチーノですね。今年のフラペチーノで一番印象に残っているのはやっぱりご当地フラペチーノですね。あれはぜひご当地の常駐メニューにしていただいて、その県に遊びに行った時に飲みたいですね。今年はたくさんのフラペチーノを飲んだんですけど、一番美味しかったのは茨城県のメロンイガッペクリーミーフラペチーノですかね。毎回スタバの横を通ると午前中には完売してました。来年もたくさんのフラペチーノを飲みたいですね。それからアマゾンで新しい SD カードを購入しました。12月の目標は YouTube の通常動画毎日投稿です。そのためにたくさん動画を撮りたいと思います。 256GB でお値段は4780円です。はい、ということで無印のダウンとコロちゃんのお洋服買ってきちゃいました。来年トラ年だもんね、トラちゃんね。ということでこれで12月も頑張っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。12月の目標は YouTube の通常動画毎日投稿なので、そのモチベーションを上げるために今回は自分にボーナスを与えました。皆さんは年末までに終わらせておきたいことはありますか？ぜひコメントで教えてください。コロちゃんは何かありますか？